さあ号砲鳴って6レーススタートです。序盤の位置取り、内枠で固める瀬戸内勢、まずは前の位置を抑えました。枠なりで出て3番の井寺亮太が3番手、これで各ライン袖の位置取り決まっています。ラインは3つ、人気本線の瀬戸内勢がまずは前受け、初手中段を取ったのは東日本の2人、そして5番車篠田達希、現在は最後方、九州2人は袖は後方となっています。1周回目の3コーナーのカーブに入っていきます。さあライン3分線、2番の下野義樹が正後方です。予選は現在2連勝中、今季はよく決勝にも乗れていまして成績が上昇中であります。追走は前期 S 級の1番森安正夫、今回から予選スタート踏ん張りどころです。3番井寺亮太は中段で3番手からの競争になっています。予選は直前4場所連続で確定を挙げています。3番の井寺、前走の伊藤では突っ張ってかけて突破しました。追走は4番の小室貴博、東日本の2人が中段で、7番高橋健太、短期かまずはこの3番手かという感じで現在5番手に続いています。5番の篠田達希はさらに後方6番手のスタートになっています。今季の予選は7着続きだったんですが、直前2場所はまくり一発を決めて後輩と渡しています。6番の中園智之をマークして九州の2人が後方待機で、レースは残り2周回、赤間のホームに入っています。先頭2番の下野義樹、5番の篠田が上がりかけたんですが、中段から先切りで3番の井寺が上昇して2番の下野を叩きました。5番の篠田は中段の4番で乗ってきて、2番の下野は粘らずにざっと下げて6番手で、さあジャンの3コーナーに入っています。先頭3番井寺亮太、井寺はこのまま後ろ2人を連れて先行するかどうか。さあ後方になった2番の下野がジャンの3コーナーから一気にかましていった。先頭3番の井寺亮太、前々に踏んだところ2番の下野のかまし、さあ前段垂れ切りました。1番の森安正夫が2番手、人気の本線2人で出切りました。3番の井寺亮太は迎え入れて中段の3番手、5番の篠田は足を止めて後方6番手、2コーナーが走りまくっていきます。先頭2番の下野義樹、下野の先行、5番の篠田の一発、さあ決まるかどうか。現在3番手まで来ましたがちょっと厳しいか、止まった感じ。4コーナーから直線です。先頭は2番の下野義樹、マーク1番の森山さ、さらに3番井寺も来ますが1番森安です。森安差し切っています。6レース A 級特予選、2番の下野がジャンスイから一気のスパート、乗った1番の森安正夫が四角番手、絶好の形になりました。3番の井寺も3番手から突っ込んでいきましたが、1番の森安正夫が寸前で2番下野を捉えて勝っています。踏ん張った2番下野義樹が2着、3着に3番の井寺亮太が突っ込んだ体勢、2番1番3番の体勢でお伝えをしたいと思います。決定まではもう少しお待ちください。6レース A 級特予選でした。